12日に生放送の音楽特番2023FNS 歌謡祭夏に出演し、レゲエグループ湘南の風とコラボパフォーマンスを披露するなど、活躍の場を広げている人気 YouTuber グループコムドットが27日に東京ドームで初開催予定のビッグイベントをめぐってトラブルが相次ぎ、ファン離れが加速していると週刊誌フラッシュのウェブ版スマートフラッシュが報じています。コムドットが総合プロデュースを手掛ける CDF は、動画クリエイターが夢に挑戦し夢を叶え、そして新たな夢を宣言する場所となる祭典といい、ライブチケットの価格はアリーナ指定席が9800円、スタンド指定席が8800円に設定されており、ライブの模様はアベマでも有料配信が税込み3700円とされます。チケットの一次先行抽選は5月に行われ、6月25日から一般の先着チケット販売がスタートし、アリーナ席は即完売しており、発売日までの総申し込み数は約20万枚に達したとも報じられています。それから20日近く経ち、コムドットは13日に公開した動画で、夢の一つは東京ドームをパンパンにすること、このイベントで伝説を作りたいなどと語り、それを実現するためとして、チケットの手売り販売を急遽発表し、これをめぐってコムドットのファン、総称コムレンジャーの間で物議を醸しているといいます。アリーナ席は即完売となった一方で、現在もスタンド席のチケットは売れ残っているため、東京ドームを満員にするためにチケットの手売りを決断したといい、これに対して手数料を含むライブチケットを購入済みのファン等からは、当然不満の声が上がっていて、一番目の抽選で当選して喜んだ自分アホみたい、コムドットが何言われても味方やと思ってたけど、ちょっとごめんなさいって感じ、一時先行でチケットを購入した、ヤマトくん激推しの子たくさんいるよ、コアなファンをないがしろにしたら、業界からも干されてしまうよ、満員になったらファンとしても嬉しいけど、手売りしたところで重複で買う人が増えるだけ、いつもファンの意見を聞いて寄り添ってくれてたコムドットなら、そのあたりのことも考えられると思ってたのに、といった非難の声が噴出しているとしています。CDF では人気 YouTuber ユニット平成フラミンゴが出演契約をめぐってコムドット側とトラブルに発展し、最終的に出演キャンセルとなり、コムドット側の対応に問題があったにもかかわらず、リーダー、ヤマトさんがツイッター上で、証拠揃ってるのに被害者ずらして視聴者に嘘をついて、保身に走ったツケは必ず回ってくるぞ。本当のことを自分たちの言葉で話してくれるのを、コムドット全員友達として待っています。と、恫喝的なツイートをしたことで、炎上騒動に発展しました。この騒動が原因で、コムドットはファン離れが加速し、ピーク時には YouTube のメインチャンネルの登録者数は416万人を超えていましたが、現時点での登録者数は402万人にまで減少しています。この炎上騒動が勃発した6月末から、チャンネル登録解除が止まらず、400万人を切ってもおかしくない状態にあり、ヤマトさんは YouTube 等で自身の言動に対する反省や謝罪をした上で、 YouTube を始めた時の死んでも売れてやるって覚悟決めて活動してた自分たちに恥じないように、ここからコツコツ積み上げていきます、不屈な精神があれば必ず道は開けることを証明してみせます、などと宣言しています。それから数日後にチケットの手売り販売を発表し、これまでグループを熱心に応援してきたファンたちから怒りを買い、ますますファン離れが加速してグループ全体の勢いも落ちてしまう恐れがありますが、27日開催の CDF を経て再び以前の勢いを取り戻すことはできるでしょうかね。